こんにちは、ゆきおです。今回は久々の大量買い動画ですね。今週届いたり買ったりした、品物をね、一気に見ていきたいと思います。でね、今週まだ発売される予定の品物がいっぱいあります。ここにあるだけじゃなくてね、この後25日、27日とね、立て続けに品物の発売がありますのでね、いやー今月ほんとやばいね。まあ、コロスケの影響でね、この7月末にいろんな商品がね、伸びて重なった感じになってます。ではね、この今手元にあるものを一個ずつちょっとね、紹介していきたいと思います。ちっちゃいやつからいきましょう。かなりね、机が狭くなってるので、ちっちゃいやつからやっていきたいと思います。まずはこれですね、トミカ、絆合体、アースグランナーの CG07、コガグランナー、サーベルトミカ。これね、サーベルパンサー本体、まだ発売してないどころか、発売延期になって8月下旬になってるんですよね。なので本体とね組み合わせて遊べるのは、8月下旬までお預けということになってます。これもねコロスケの影響ですね、まあトミカだけねさっき発売されてるんでどうやってレビューしようかなと思ってるんですけど、まあこれはねレオチータに合体させて音声を聞くしかないでしょうね。はい。で、こちらのサーベルパンサー自体は届いたらレビューしたいと思います。2個目はこれいきましょうか。ミニプラマシン合体シリーズ03ギガントドリラー。ギガントドリラーね、結局、ギガントドリラーだけじゃないね、キラメイジャーのデラックス玩具ね、全然レビューできてない。うん。あの、基地と、なんだったっけ、キャリーカーのセットのやつから全然レビューできてないですね。ミニプラはね、なんとか今のところ追いついていってるんですけど、これもね、実は、半分ぐらい作り終わってます。だからね、次動画出すとしたら、一番最初に出てくるのはこれかな。はい。はい。さあ、次、これ見ていきましょうか。これ、フィギュアですね。ポケモンの光ウィズポッチャマ。はい。こういう写真が載っております。うん。これはね、元の絵がこちらですね。そしてフィギュアの出来がこれで、実際のフィギュアはこういう状態ですね。いや、これはめっちゃ出来いいよ。これね、サブチャンネルでポチりました動画出しましたね。うん。もうデコマス自体見た時点でね、あ、これ買いだと思いましたね。僕ね、ポケモンはね、原作ゲームはやってないんですよね。だからね、アニメの方しか知らないんですけどね、光に関しては、これ、ゲームの方のイラストなんですけど、ゲームのイラストもね、アニメのキャラ設定もね、ほとんど違いがないんですよね。他のヒロインってね、結構、絵柄に違いがあったりするんですけどね。うん。光に関しては、これ原作のキャラなんですけど、アニメのね、光のフィギュアとして見ても良い出来です。うん。全然見れる状態ですね。なので買いましたね。もっとね、アニメ版のヒロインの、ね、フィギュアを出してほしいところですけどね。ああ、これ本当に出来は開けるのが楽しみですね。でね、嬉しい誤算がありますね。ポケモンのキャラなんですけど、スパッツじゃないんですよね。黒パンです。いや、これ嬉しい誤算でしょう。もうてっきりね、スパッツだと思って注文したんでね。いやー、何の話してるんだって感じですけど。いや、これね、レビューはしないと思いますけどね。でもしたいな。うちのチャンネルはね、あんまり美少女フィギュアはね、需要がない感じなので、最近レビューしてないんですけどね、またやりたいですよね。はい。というわけで、光のフィギュアです。次はこれいきましょうか。ガンダムユニバース7、ウィングガンダム0、8、ガンダム EG8、9、ストライクガンダム。ガンダムユニバースは僕はね、結構好きなシリーズですね。過去にも、レビューはしてますけどね、残念なのが第2弾のこちらね、バンシーとデスサイズ。これレビューする前に新作来ちゃいましたね。さあどうしよう。まあこちらもね、レビューしてから多分こちらをね、レビューしていくと思うんですけど、早い方がいいねんけどな。まあレビューする時間がなかったんでしゃあないですね。うん。まあこのシリーズね、あんまり評判は良くないんですけどね、個人的にはこのブンドとできるのが大好きですね。何回も言ってるんですけどね、こう枕元に置いてカチャカチャしながら寝落ちしても翌朝、壊れてない頑丈さっていうんですかね、もうそういうところとか、まあやらないですけどね、もう例えばお風呂にね持っていって風呂の中でブンドとしても大丈夫なぐらい頑丈な商品になってますからね。まあ推奨はしてないですよ、メーカー推奨はしてないですけど、そういうことしても割と大丈夫なぐらい頑丈にできたおもちゃっていうことでね、結構好きです。うん。このシリーズはね、だんだん集めていきます。いやー、レビューいつしようかな。さあ次はこれいきましょう。はい。これモデロイドですね、シンカリオンです。はい。500小玉。この間ね、タイプエヴァ組みましたね。
うん、基本的にね造形はあれに似てるんですけどね、細かい造形は、オリジナルというかね、エヴァバージョン、タイプエヴァとは違うものになっております。うん、これもかっこいいからね、シンカリオンね全部出してほしいですよね。ツバメが予約開始されましたね。ツバメももちろん買ってレビューします。これもねレビューします。はい、ちょっとね何日後になるかは分かんないです。はい、次は、これいきましょう。こっちもフィギュアですね。ベリベリッと、はい、こちらはねキズナアイちゃんの、バーチャル YouTuber キズナアイちゃんのフィギュアですね。いやこれもね楽しみにしてたフィギュアの一つですよ。はい、もうこのねデコマス写真素晴らしいでしょこれ。これねキズナアイちゃんのアイパーティーの、誕生日衣装ですね。普段は着てないんですけど誕生日パーティーの時だけ着る衣装ですね。結構レアです。はい、フィギュア自体がレアっていう意味じゃないですよ。この衣装を着てるキズナアイちゃんのね、動画自体がレアってことですね。いやこのねストロンガーのキズナアイちゃんのフィギュアシリーズ、ね、めちゃくちゃ毎回できんですよね。はい、実際の製品の顔もうデコマスとね寸分の違いないですよね。これも開けるの楽しみですね。これはねレビューすると思います。はい、めっちゃ可愛いねこれ。でねフィギュアのアイちゃん去年のやつもねレビューできてないんですよね。アイゲームスとこちらのエレガント衣装ですね。これもねめちゃくちゃ出来良かったんですけどね。いやいずれはねレビューちゃんとしたいね。うん、この3つね。はい、そしてね愛ちゃんのフィギュアはライブ衣装のやつもね今予約受付中ということでね、そちらも予約していきます。まだしてないです。あのねアミアミとね東京フィギュアのフタイトでしか予約受付してないんですよね。でアミアミのヤフー店で受付始まるかなと思っとったんですけど始まらないですね。本店のみみたいですね。というわけで待ってたんですけど始まらないので、ライブ衣装の方はねもうアミアミで後ほど注文しようと思います。いやこれ本当楽しみですね。かわいい。残りは大物2つ。出たー、世界の超合金魂未来合体ダルタニアスですね。この箱いいね。当時の超合金のね、僕現物は見たことないんですけど当時の超合金のポピーのやつですね、あれのリスペクトですよ。最近ねミニプラの戦隊ロボでそういうことしてくるんですけどね、最近超合金魂もねこういうことしてきますね。どんだけファンを喜ばせるんだって感じですけどね。しかもいいのがねこの棒立ちですよね。棒立ちスタイルで写真撮ってるっていうの。いや超合金魂だからねアクションできるんですよ。できるのにわざとこういうね写真を撮ってるっていうのが素晴らしいね。はい、ほら後ろ見るとねこのようにアクションしてるんですよ。うんね、裏見たらアクションができるっていうのが分かるのに表だけ見るとね一番目立つところの写真がこの棒立ちっていうのがね分かってるなと思いますね。いやこれも楽しみですね。リニューアルバージョンの前の普通のやつもね持ってるんですけどね、これはねレビューどうしようかな。まあこれだけレビューするかもしれないですね。うん、当時品というか、リニューアル前のやつはねもう比べる程度で出してくるかもしれませんね。はい、いやレビューねすぐは無理ですね。いつになるかちょっと分かんないですね。さあそして段ボール箱がそびえ立っております。スーパーミニプラグランドライナーです。これでねミニプラミニと言い張るところがすごいよね。超合金魂の箱と比べても、うん、あんまり変わんないですよね。まあ、横幅はね超合金魂にさすがに勝てないですけどね。この箱の大きさでミニかよ笑かしちゃうなほんまに。まあ、というわけでね、これ連休中にはねレビューしたいと思います。まだ開けてません。はい、いやこれ結構時間かかりそうだね。でかいよこれ。一応ね、ペットボトルと大きさ比べてみますか。いつものペットボトルです。はい、こんな感じですね。ちょっと待てよペットボトル何本分だよって感じですけどね。というわけで今手元にある分のおもちゃの紹介はこれだけなのですが、今日が23日でね25日にはダイヤクロンのトライランブラーが届きます。そして食玩ですね、 G フレームの第10弾と G フレーム EX のスーパーガンダム、
あとはね、ビックリマンじゃないんですけど、鬼滅の刃ディフォルメシールウェハースっていうのが出ますね。そちらも購入しております。だいたいそれもね、25、6ぐらいに届くのかな。鬼滅の刃ウェハースはね、ビックリマンじゃないんですけど、開封動画は行います。はい、今月末はね、やばい感じで、そんな感じですね。まあ、伸びた分もあるんですけどね。4分の1バニーガールのね、沢村エリリスペンサーのバニー生足バージョンっていうのがね、7月末から8月末に延期になっております。あとは一番のデカ物、1分の1胸像フィギュアのリゼロのラム、あれもね、7月末発売だったんですけどね、9月ぐらいに延期になってますね。いや、大量と違ってね、あれは1個届くだけで戦々恐々ですからね。前回レムが届いた時もね、大型電子レンジ2個分ぐらいの箱できたのでびっくりしましたけどね。またそれが、9月ぐらいに来るということですね。まあ、デカ別がね、1個減っただけでもね、今回ちょっと助かったなって気はしております。はい、ごめん、肝心なもの忘れてた。動画撮影中に今届いたものがあります。はい、こちら熱血最強ゴーザウラーの HG300 の分の1グランザウラー。いや、これもね、今日だったとはね、てっきり週末かと思ってたんですけど、いやー、届くね。もう次から次へと荷物が届きます。はい、今回ね、これが最後になります。グランザウラーですよ。結構ね、長かったね。うん、これでやっと3体のね、マシンが揃いました。はい、でグラントプス、グランジェットですね。グランジェット、もうちょっと机が狭い。グランジェットからグラントプス、グランザウラーに変形して、さらにこちらですね、キングゴーザウラーへ合体する仕様になってます。キングゴーザウラーね、あんまりスタイルは良くないみたいですけどね。いや、合体できるっていうのがすごいじゃないですか。はい、これも楽しみですね。さあ、もう順番がね、どれからレビューしていいか分かんなくなってきましたけどね、1個でも多くレビューしたいですね。いや、すごい物量でしたね。まあ、こんな感じでね、新製品が一気にダダッと流れ込むっていうのが年に数回あるんですけどね、またこういうこと機会があればね、こういう動画撮りたいと思います。まあ、こんな感じで結構届いてますけどね、僕としては、ライダー系玩具、そしてフィギュアーズ系ですね、あとはガンプラ、この辺はね、意図的に買うのを抑えてるんで、まあ抑えてなかったら本当にやばかったでしょうね。まあ、そんな感じで何でもかんでも手出してるような感じではいるんですけど、実はね、いろいろ節制もしてるということです。はい、今回の動画はそんなところですね。またこういう機会があれば撮りたいと思います。では次の動画でお会いしましょう。次はね、これです。ギガントドリラー、途中まで組んでるので一番先にできるのはこれですね。その後はちょっとわかんないですね。はい、今回はそんなところです。